中日ドラゴンズ2軍で3人の選手が大活躍をしておりまして、1軍昇格の可能性が見えてきました。まず最初に紹介させていただくのが福本選手です。オープン戦では積極的に起用されて、立浪監督からの期待も大きく、打率2割6分7厘とまずまずの成績を残しました。しかし長打が出なかったこと、チャンスで凡退してしまったことなど課題は結構ありまして、インパクトに欠ける部分があって、ブライト健太選手が滑り込みで開幕1軍、福本選手は2軍スタートとなりました。福本選手ですけれども、ここまで2軍でトータル3割2分7厘、2塁打4本、3塁打が2本、ホームラン1本、出塁率3割5分、OPS が 0.775 という数字になっています。2軍で全く打てないという時期がかなり少なく、ずっと開幕から安定して、怪我での一時的な離脱はありましたけれども、高打率をずっとキープしているということで安定感があります。6月20日、そして6月21日と、日本海リーグ選抜と中日ドラゴンズ連日の練習試合を行っています。そこで福本選手がヒット2塁打2本、ホームラン1本、8打数4安打2打点と、絶好調の活躍でホームランもしっかりと出ています。福本選手の1軍昇格の可能性を探っていきますと、現在1軍の外野手でバックアップ選手という位置づけは、ブライト健太選手、伊藤康介選手、そして後藤俊太選手の3人になります。福本選手と入れ替わる可能性があるのは、ブライト健太選手かもしくは伊藤選手のどちらかということになってきます。後藤選手は昇格したばかりですし、守備走塁要員として立浪監督が考えているため、もしかすると伊藤選手に変えて好調の福本選手が上がってくる可能性っていうのはあるのかなと、福本選手は代打やレフトでの起用が予想されます。続いて紹介させていただくのが育成のガルシア選手です。ガルシア選手はしばらく2軍戦で出場がなかったんですけれども、20日の練習試合から復帰しています。トータルで打率が3割3厘、ホームランが1本、出塁率3割7分8厘、OPS が 0.833 という成績になっています。出場機会は少なく、長打はちょっと少ないという部分はあるんですけれども、期待できる成績が残っておりまして、ミートがとても上手い選手です。ガルシア選手も日本海リーグ選抜20日、そして21日と連日出場しています。トータル10打数6安打と、復帰直後にとてつもない打撃を披露しています。タイムリーヒットも2本出ていまして、打点も2つ上げています。すべてシングルヒットではあるんですけれども、ミート力はかなり高いものが感じられる選手ですし、まだ22歳と若いので今後の成長に期待です。中日ドラゴンズは現在支配下登録選手としては67名となっています。上限まで残り3名登録できますから、枠には比較的余裕があるという状況ですね。そして1軍の外国人野手はビシエド選手のみで、外国人枠的にも特に問題はありません。ビシエド選手や石川選手などファーストの選手の成績っていうのがなかなか上がっていないので、ガルシア選手の試合下登録の可能性っていうのももしかしたらあるかもしれません。石垣選手も2軍でしっかりと活躍を見せています。一度は1軍に昇格も2023年あったんですけれども、出場機会がほとんどないまま2軍に降格となっています。ここまで2軍では打率が2割7分8厘、2塁打4本、ホームランが2本、出塁率3割1分7厘、OBS が 0.682 という成績になっています。2軍ではショートであったりセカンド、サードを守っておりまして、守備力の向上も見られています。長打力が魅力の選手です。石垣選手もこの日本海リーグ選抜の試合20日21日と連日出場しています。2試合で5打数3安打と途中出場もあったので打数としてはそこまで多くないんですけれども、5の3でフォアボールも1つ選んでいます。タイムリーヒットが2本出ていますし、そのうちの1本がツーベースということで長打も出ていて、しっかりと持ち味が現れているという状態でございます。石垣選手の1軍昇格の可能性を探っていくと、1軍でバックアップの選手は現在は高橋周平選手と溝脇選手の2人になっています。両選手ともに打率は1割台で、特に溝脇選手は打率が1割台前半ということでかなり苦しい成績が続いています。代打での起用っていうのも多いんですけれども、なかなか結果が残っていきません。高橋周平選手はサードの守備固めの役割というのもあるということを考慮すると、石垣選手と溝脇選手っていうのは入れ替えの可能性も今後あるのかなというふうに見ています。石垣選手への立浪監督の評価ですけれども、昨シーズン三松選手に変えてセカンドに8回から守備固めで石垣選手を起用したことがありました。今石垣の方がちょっと動けるということ、三松も決して下手ではないですよ、守備範囲的には今石垣の方が動けているのでということですね。立浪監督は石垣選手の守備に一定の評価を与えています。そして下位打線で長打を打てるのは魅力ということで、石垣選手の長打力も期待していました。今シーズンはなかなか出番ないですけれども、立浪監督の評価をまた上げてほしいと思います。以上です。